ジョン・デロリアンは2018年のアメリカ合衆国の電気コメディ映画。監督はニック・ハム、出演はディペー,ースとジェイソン・サダイキスなど。映画バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズに登場するタイムマシンのベースとなり爆発的に有名になった自動車デロリアン DMC-12 の開発の裏側を開発者のジョン・デロリアンの生涯を中心に描く。 2018年8月から9月にかけて開催された第75回ベネツィア国際映画祭で初上映された。1977年、パイロットのジム・ホフマンは麻薬密売の現場を FBI に抑えられるが、罪を問われない代わりに FBI の情報提供者となる。その後、ジムは南カリフォルニアのとある町に引っ越してきたが、隣の住人がかつて、 ゼネラルモーターズで、ポンティアック GTO の開発に携わった、ジョン・デロリアンだと知り、驚く。ジョンは、革新的な車を開発するという夢のために、ゼネラルモーターズを辞めて、自らの会社を立ち上げ、開発に没頭していた。ジムは、そんなジョンに憧れを抱く。だが、ジョンの会社は、新車の開発で様々なトラブルが発生し、資金繰りに急していた。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、卓越したキャストの説得力のある演技のおかげで、ジョン・デロリアンは、観客をフィクションよりも奇妙な喜びの旅へ、連れて行ってくれる。であり、51件の評論のうち高評価は63%に、当たる32件で、平均点は10点満点中5.8点となっている。メトクリティックによれば、件の評論のうち、 高評価は3件、賛否混在は8件、低評価はなく、平均点は100点満点中55点となっている。ありがとうございます。